どうも、アンソンクルージです。今日はですね、僕がなんかハマっていつも食べちゃってるものをね、ちょっと紹介しようかなと思うんですけど、セブンイレブンのね、こちら満足度アップバターチキンカレードリアでございます。すっごい美味しいんです。これ量もね多いし、チーズが乗っててね、ドリアですからカレー、その上チキンがゴロゴロとね入ってるっていうね、もう僕が大好きなものがいっぱい入ってる。これもう見てください。これ肉がボーンとゴロゴロゴロンって入ってるのと、このチーズね、何回もカレーとチーズと鶏肉について喋ってますけど、すっげえうまいんですよ。でしかもね、量が多いんですよね。大体コンビニのお弁当って量が少ないじゃないですか。なんかもうちょっとおかず減らしていいから米増やしてくんないみたいなところあるんですけど、これは結構ご飯もねいっぱい入っててボリュームがあって、すごい美味しいです。今日のお昼ご飯です。よいしょ。うまそう。いただきます。うまい。熱い。鶏肉もでっかい。結構カレーもねピリッとしてて甘口じゃないんですよね。バターチキンカレーなんですけど、食欲をねそそります。今回は僕が気に入ってるものを紹介するっていうね、そういうものなんで、これね僕めっちゃ食べてます。僕が一番好きな食べ物はカレーです。質問コーナーではねラーメンって言ったんですけど、まあラーメンも好きなんですけど、僅差でカレーです。はあ、はい、というわけでごちそうさまでした。相変わらずうまい。あーこれうまい。あー大満足じゃ。ちょっとじゃあデザートいきましょう。デザートはこちら、とろける食感のマンゴーレアチーズ大福。はい、僕マンゴー好きなんですけど、好きだって言ってたらね、見てくれてる人がこういうのありますよっておすすめしてくれて、見かけてはいたんですけど買うまでには至ってなかったんですけど、ちょっと背中を押されたんで買ったんです。ちょっと食べてみたいと思います。こんな感じです。匂いはしないですね。マンゴーっぽい匂いするのかなと思ったけど、そんなんないわ。そっか、手で食べるんだ。あすいません、ちょっと手で食べますね。結構柔らかいんで、ああ粉が落ちる。いただきます。うん、柔らかい。あこれすごいレアチーズのソースとマンゴーのソースが入ってるんですけど、ほんとこれもう大福っていうか、もうスイーツですね。もう洋風な感じ、苦手な人でも食べれる感じかな。独特の癖みたいなのないですね。美味しい美味しい。あこれはうまいわ。あ美味しい。お茶飲みたいな。あ、違うな、紅茶だな。ティーですね。ティーがいいですね。紅茶が合うと思います、これには。はい。テーが合うな。テレレ、テレレ、テーテー。というわけで、はい。古いか。もう最近流行ってるギャグとかわかんないんだよね。何が流行ってんだろう。あったかいんだからもうラッスン来れない、もうダンスも後から知ったから、今何のギャグが流行ってるのか教えてください。テテ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 は流行ってないですかね。これ好きなんですけど、まずこの元ネタがみんな分かんないだろうな。火曜サスペンスってなんすかみたいな。あまあそんなこんなでね、楽しい昼食でした。はい、まあよかったらね、このマンゴーレアチーズ大福とカレーをね一緒に食べてみてください。まあ食べ合わせはあまり良くないと思いますけど、あ牛乳とかあるといいかも。これカレーと大福だけだとなんかおかしい組み合わせだぞって思うけど、ここに牛乳が加わるとね、すごいこう、あ合うんじゃね全部みたいな三位一体感生まれますね。うん、牛乳と一緒に食べるのがおすすめです。はい、以上ハンサムクロージのランチタイムでした。バイバイ。